ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上直也30イコール大橋が年内にフェザー級王座獲得するとの予想が飛び出した。米メディア CBS は2024年のボクシング界の流れを予想する中でモンスターについても言及。まずは22年にバンタム級 23年にスーパーバンタム級で文句なしの成績を残した井上が、どこまでの体重で成功を収めることができるのかは、誰もが気になるところだろう。そのため、多くの人が井上バーサス、WBA ライト級王者、ジャーボンテイ・デイビスといった高等無形な対戦を待望するまでになった、と現状について触れた。さすがに、同メディアは、108ポンド、 ライトフライ級でキャリアをスタートさせた井上にとって、135ポンドまで体重を増やすのは大きすぎる要求だろう、と3階級上のライト級王者との対戦には厳しい見方を示した。その上で、かねて本人が将来的に天候を公言しているフェザー級への挑戦を歓迎。それだけに、今後、対戦する可能性を指摘されるルイスネリ、メキシコ、ヤムロジョンアクマダリエフ、 ウズベキスタン、お引き合いに、ネリやアクマダリエフとの対戦でちな騒がない限り、井上にとってスーパーバンタム級には魅力的な選択肢がない。それらは悪い試合ではないが、井上がフェザー級で王座を獲得できるかどうかよりもエキサイティングなのだろうか。もやは限界級では、やることがないと言わんばかりだ。24 25年はスーパーバンタム級で戦う見通しを語っている井上だが、同メディアは、井上はフェザー級、さらにもう一階級上も可能だと感じているという。24年末までに、日本のスーパースターが126ポンド、フェザー級、でチャンピオンベルトを手にする姿を見ることができそうだ、と見通しを示した。